バウアー攻略法判明、盗塁でイラつかせる。盗塁で明らかにイラついていた6回7失点 KO、 巨人が示した DeNA バウアーの攻略法。中日でも攻略できそうだな。ガチで効きそう。典型的やね。ランナーおらん時もサインにめっちゃ首振ってたで、丸センターライナー坂本三振の時も打ち取ったのにクソ不機嫌そうやった。よく首振るって自分から言ってるぞ。そういうところがあかんねんてら言って座禅組む動画作れ。バワーって雪見大福1個もらったらガチギレするレベルだよな。あんまりやりすぎるとめっちゃ悪口言って帰国するぞ。盗塁少ない巨人に簡単に走られるならヤクルト阪神戦やばそうだな。 WBC 優勝国の野球は怖いだろう。日本からメジャーでもメジャーから日本でも結局最低限の能力はある前提で適応できるかどうかが全てやね。日本ってボク厳しいから牽制むずいんやろな。左並べて塁に出たらプレッシャーがかかって自滅すると書くと藤浪やなし、球の心配のない藤浪。ご視聴ありがとうございました。